なんか次の狙い目は喉カラカラレスラーか意地悪サソリぐらいかな、分からんけど。ちょっとサソリはいろいろなところで見たけど3匹もは見てないんですよね。喉カラカラレスラーいないかな、どっかに。砂漠って楽しいけどしばらくすると飽きるっていうあれですよね。サソリ、あ、いたいたいた、こいつどうやって対峙するやろ。あ、パチンコかな、パチンコやろな、パチンコ好きやな。宮本さん初めて使ってるけど楽しい楽しい、うわ楽しい楽しいんですけど、これサソリ、サソリ楽しいっす。くっついたらどうにかしろみたいなコメントも見たんで、近く行くとくっつかれるやろね。あった、全然いけるやん、楽しいやん、こんなの動かしながらやん。だったらどこ、あ、じゃあじゃあじゃあ、痛い痛い痛い、どうするのどうするの、くっつかせていただきます。どうやってすればいいのこれ。お、鍵取ったらね、なんかめっちゃいい子やん。殺すのこれを、痛い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 、鍵取ったら取れるの、痛い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 、どこ切りでもいけるんかなこれ、痛い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 、もう一匹いた、いって、最初たまたま、うお、なんやって、ちょっと待って、ごめん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 、合わんな角度、あーちょい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 、あ、そっか、あんまり引かんとけばちょっとしか飛ばんのかなこれ。あ、ほんまや、たくさん引くとたくさん飛ぶやん、知らんかった。うまいことできすぎやろこのゲーム、できすぎくん。え、すげえ倒し方したんか今。いや、いるやんいるやんいるやん、難しくて黙っちゃったわ。でも楽しかったこのゲーム、このゲームじゃない、このミッション。よし、次は相撲レスラーか。